皆さんおはようございます、斉良平です。今日が10月21日月曜日ということで、今日はなんともういつも切れてる代表桜田先生お願いします。今日はもうちょっとちゃんと出てきて、はい、桜田先生とジャニーさんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。もう今日はいよいよ東京ドームの、そうです、当日ですね、はい、当日なんですけども、はい、もう超緊張の中ですが、はい、ちょっと今日はお二人に出てきていただきたいなっていうことで、ありがとうございます、はい、来ていただきました。あの、当日券まだちょっとあるみたいですね。ほんとちょっとでしょ、はい、大丈夫なのかな。あの、ぜひ来て、最新のチャンネル今、はい、11万登録、11万人、はい、ありがとうございます。どんどん伸びてるんですよ、どんどん日に日に伸びてます。本当にね、おかげさまで、はい、たくさんの方たちに応援していただいて、うん、ここまで来れました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、お願いします。まあこれも、はい、今日はですね、はい、ちょっと皆さんにもうこのスペシャル、佐野先生、はい、なんでなんですか、後で出しますから、ちゃんともっと、うん、いいですか切れないで切れないで、あのちゃんと、はい、あのお話ししたいことっていうのは、はいはいはい、やっぱり僕は、はい、あの流れとか運とか自分の未来を構築していく上で絶対に必要なことって習慣だと思うんです、はいはいはい、お金はかからない、はい、多少手間がかかるかもしれないけど、こうやって続けていくこと、例えばこの YouTube も3年以上毎日更新してるんですよね。そうですね。っていう中で、その10万人11万人とかにたどり着いた人が、あのもうあれですね、どんどん見切れる習慣がもうついてますね。出てきてる。なんでだろう、なんでだろう、先生。習慣切れてんのこれ。はいはい、ちょっと切れてます、切れてます、切れてます、切れないです。バレないようにゆっくり切れようとする。そうです、そうです、じわ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 切れようとする。なので今日は僕はまあ3年以上毎日 YouTube とかいろんな習慣があるんですが、お二人がおすすめする自分の未来ね、運を変えていく、もっと今上げていくために、まあいろんな習慣があると思うんですけども、この習慣だけぜひやってみてくれっていう、そうすると必ず変わるよっていう、はい、大体基本3ヶ月だけでいいから続けてみてくれって言われるんですよ、はいはい、それだけで変わるって言って、やっぱり変わったことは、トイレ掃除とか、はい、YouTube を毎日更新するといっぱいあると思うんですが、はいはい、お二人がいっぱいある習慣の中で、はい、これだけはぜひおすすめだからやってみてってやつ、もしあれば、とっておきのやつがあります。お、ジャニーさんある、はい、ちゃんとしてよ。え、うん、ちゃんとしたやつね。あ、そうっすね。うん、そうそうそう。大王がとっておきの言葉があるみたいなんですよ。違う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 、それはもう違うよ、はい、マジなやつです、マジなやつです、はい、とっておきこの動画見て、今日東京ドーム行こうって思う人たちも出てくるかもしれないのではい、はい、もうこれって東京ドームで発表します。違う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 、今ここで言って、今ここで、はい、これはぜひやってほしい、真剣なやつよ。あ、僕一発で、うん、でいいですか。はい、もう本当に可能であれば、3ヶ月あったらどうにかなるなと思うんですけど、うん、あの元気を出す練習をしてほしい。元気を出す練習？はい、そうです、そうです、うん、これ何かっていうと、僕あのどんなに開運する行動してる人とかいっぱいいると思うんですよ、うん、なんかいいことしてる人いっぱいいると思うんですけども、うん、そういう人たちが元気なかったら元も子もないと思うんですよ、うん、これ何かっていうと、僕元気の上に全てが乗ってくると今思ってて、はいはい、うん、元気のいい、すごいおしゃれな格好してても元気プラスおしゃれが一番エネルギーだから。なるほど、うん、でもおしゃれな人で、あ、おしゃれだなっていう人は、まあ、うん、おしゃれな人のまんまなんですよね。その元気っていうのは、はい、具体的に言うと、はい、大きな声での挨拶。ああ、それはジャニーさんすごいよね、はい、大きな声での挨拶ですね、うん、でテンションも、そうです、そうです。これでも練習しないと、僕もなんか思い返したんですけど、練習しないとできなかったなっていうのを思ってるので、うん、元気を出す練習をまず始めてほしいなっていうのを。練習って何？あの大声で挨拶するっていうのが習慣づくまでに何回も何回も、うん、あの、まあ、毎回初めとか恥ずかしいなって思いとか、うんうん、なんか出ちゃったりするんですよ、うん、でもこれやっていくうちにもう自然にそういう人間になっていくので、うんうん、なので練習してほしいですね。まあ実際にやってるもんね、はい、ジャニーさんって、ね、どんな時でも、はい、朝もうこんな顔しながらでも、はい、うわーってな感じだから、そうです、なんでそんなに元気なの、はいはい、って聞かれるけど、あれやっぱ重要ですよね。あれ練習したからこうなってるんですよね、はい、昔言われたことだけど、不幸になりたくなかったら不幸が似合わない人間になれって言われたことがあって、そうなん、そう、笑う角には福来たるっていうのと一緒で、不幸が似合わないから不幸も追いつけない現象が、はい、って考えた時に、はい、元気な声で挨拶してる人が不幸になるっていうイメージない、イメージ全くないです。わかる、うん、確かに、そうです、元気は元気で何でもできるんですよ。
元気な声で挨拶をするっていう習慣、うん、確かに毎日続けられる、はい、これ絶対やってほしいです。まあそのジャニさんほどでかい声じゃなくても、はいはい、まあいつもよりかは、はい、例えばそこに笑顔を乗せるとか、そうですそうです、ね、ちょっと大きな声で頑張ってみるとかっていう感じで、そうですそれを続けてみるってこと。これ続けてみたら確かにどんどん大きな声出せるようになるし、これエネルギー出すの上手になってくると思う。どんな時でもってことよね。どんな時でも。確かにな。いやーなるほど、はい、これやってほしいですね。これいい話でしたね。これ桜庭先生は大王はですね、特別な言葉があります。この言葉をそれあれなんじゃないですか、うん、うちの動画の中のわからないけど、すごい伝説になってる、はい、そっちじゃないやつです。桜庭先生、真剣なやつお願いします。本当に真剣なやつです。いやいや真剣に、はい、はい、しゃべりますけど、はい、1個ですね、はい、はい、1つ、もう絶対これおすすめっていう。いやもうこれしかないですね。はい、はい、大きな声で挨拶する。今言ったんです、今言ったんですって先生。今言った大王奇遇ですね。違う違う違う、そこそこでかぶれせなくて大丈夫なんです。一緒っすか。大丈夫なんです。奇遇っすね。いや僕ね本当にその、はい、元気な上におしゃれとか、はいはい、元気な上に、はい、もう笑顔とか、そういう考え方も乗せてくるんですよね。違う違う、今言ったのそのまま言おうとしてるだけだ。考え方もそっくり。お願いします。やっぱり僕似てきちゃったんだな、うん、似てきちゃったんだと思いました今、うん、大王とすごく一緒にいるから。基本元気や、うん、基本元気の上に何かを乗せるから、はい、運気上がる。そうなんですよ。基本元気や、まずは ベースが元気、やる気、元気、そうです。今やる気がベースになっちゃいましたけど、やる気がベースちゃんとしてください先生。本気のやつです、本気です。もう絶対今変えていこうと思ったらこれやってみてってやつなんかあればぜひ。いや本気のじゃんけんですよ。え？ケイスケさん、ケイスケさん、そうですね。大島ケイスケさんの本気じゃんけんです。ケイスケさんのやつ。毎日やっていくことで本当に人生変わるからこれやってみてですよ。これやってみてって。いやもうそうね、本当そういった開運法っていうのは、うん、まあ無限にあるわけですよ。はい、ですね、はい、無限にある中で一つチョイスしろと言われたら、はい、僕はやっぱり、うん、やっぱ笑顔とご機嫌じゃないですかね、やっぱりね。やっぱ僕はもともとそのご機嫌アベンジャーズって今やってるんですけど、もうなんか誰かのパクリだった気がするな、なんかの取ってる気がするな。え、でもスタートは大王からってこと。いや僕は今ご機嫌ツアーってやってるんですけど、はいはいはい、その中でやっぱり、はい、僕はご機嫌アベンジャーズの赤レンジャーを担当してるんですけど。あ、そう、あれいたんだ、そういう色分けあったんですね。色分けが黒レンジャー来ました、黒レンジャー、黒レンジャー来ましたよ。ちゃ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 ゲストが、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 ゲストが来ました。まあ、香取さんはやっぱりご機嫌ですよね。毎日続けていく習慣って言ったらご機嫌。でもこれって一番難しいなと思うんですよね。やっぱりいろんな波があるので、って考えた時に、香取さんはみんなに何か進めるって言ったらやっぱりそれですか。何か続けていく習慣だったら、これやってみてってやつがあるんだったら。僕は大送りですね。おお、みんなパクりまくってんな。大送りが、はい、みんなパクりまくってんな。やっぱね、受けた恩は返すんじゃなくて。誰の話ですか、大送りって。やっぱり受けた恩は送らないといけないね。ちょっと、これすごい人たちがたくさん本書いてる人。それのやつ。ちょっと、若川さん、若川さん、はい、もうみんなに言うなら、もうぜひとも一個だけ、一個だけ。あ、これはですね、あの、うん、歌う応援歌をやっているんで、はいはいはい、やっぱり歌を歌いながら応援をするという。あ、そうなんだ、自覚ないか、それ。すごいすごい。ちょっと待ってくれ。ちょっと待って。歌え、それは僕のなんす。すごい。すごいメンバーが出てる。え、それは僕のなんす。ボリューム、ボリューム、ボリュームすごいな、この価格。これ。すごい。あと、暑苦しい。男六人。すみません。男六人が。すみませんね、これ。これモザイク。入れないと無理だよ。ニックンワッカンさんですね。はい、その上で、え、違う。いや、ちょっと逆逆逆。一瞬わからなかった。逆そうですです。ワッカンさんですね。そしてニックン、そして香取さんが、まあみんないて、まあ今日の、ドームに備えて皆さん構えてますけども、うん、まあでももうじゃあもう言ってください。10秒で、ぜひこれやってっていう習慣、自分の人生変えるためにこれやってっていう10秒、もう。うん、ジャニーさんはやっぱり元気でいること、挨拶、はい、元気する、はい、それで加藤さん本気で何か一つ授業。あ、僕は笑顔ですね。ああ、まあそうですね、いい顔してますよね。確かにしてる、うん、はい、若菅さん、僕はご先祖様に感謝。ああ、手を合わせるという習慣で、はい、そうですね。ああ、確かにな。ニックンはどう。僕はですね、神様に手を合わせてます。え、神様に。はい、まあ今若菅さんはご先祖様って言って、はい、で
わ、あの、にわかんさんにっくんさん、にっくんさん、にっくん、本当にわかんなくなるわ、マジで。にっくん、にっくんさんとか言ったら、にっくんは神様っていう時にはどんなことを思って手を合わせるの？これがですね、まあ神様に、まあ、今日もありがとう、生かしていただいてありがとうっていうのと、あの天竺マンにね、僕は以前教えていただいた言葉があって、はい、まあ今で言うと、僕だったら私は今日も応援を増やすために生きていきます、ますます応援し合い喜び合える世界を作りますって言った後に、うん、我は雷、我は光なり、我は愛なりっていう言葉を実は唱えてですね、そこから一日を始めるっていうふうに、そうなんや、するとなんかこう、なんていうのか、フラットになるというか、自分が減ってなんか筒になれるというか、そういう感じがしてますね、すっきりします。我は雷、はい、我は光なり、我は愛なり、まあこれは天竺マンがインスピレーションで言葉を書きますっていうね、うん、あれをやるときにその前にいろんな祈りをしてる中の一つです。はぁ、佐藤先生、大鳥です。やっぱこれ、一言、何か、はい、まあ一言と言いますか、まあこれを目の前にいる人に言われるようになったら人生が変わるよという、はいはいはい、これを言われないといけないんですよ、本当に。いや、結局ね、自分の機嫌って目の前にいる人が決めるんですよ、うん、あなたの機嫌は、うん、いくら自分がいい気分でいる、いい機嫌を演出していると言っても、うん、目の前にいる人があなたの機嫌をジャッジするわけです、うん、そうなった時に僕がご機嫌でいると必ずこういうことを言われ始める、うん、なんかいいことあったの、あ、だからこれを言われるようになると絶対人生変わるんですよ、うんうんうん、絶対にその現象が追いかけてきますよね。そう、ご機嫌でいるとなんかいいことあったのなんかあの恋してるのとか好きな人できたのとか、なんかもうそういったなんかポジティブなことを言われるようになるので、こう言われ始めると本当人生変わりますね。あ、そうなんだ。最初にそういう話やればできるじゃないですか最初にやってほしかったです。いや、だって台本にそう書いてあったじゃない。ないない、どこにもない。なるほど、サイ先生の台本に初めはボケてください。ちゃ全然くらい見切れてください。確かにそれはありますよね。どんなに入ってってなんか幸せそうだな、なんかニコニコしてるな、なんかいいことあったのって言われるのは後から必ず来るんですよね。そう、何もないんだけどと思ってても、でも今前にいる人が、うん、自分の機嫌を決めてるってジャッジしてるってことなんですよね。だって僕がこれ誰しも経験あるんですけど、自分は全然ね機嫌悪くもないのに、うん、逆にね、なんかそう、なんか嫌なことあったのとか言われてるのとか、そうそう、怒ってるのとか、ほら昔あった、蔡先生もよく奥さんに言われて、何怒ってるのって言われてた。いやいや、そんなんないな。昨日も言われて言われてましたよね。どこで見たん、どこで見たん昨日昨日俺普通に東京出張だけどね、うんうん、だけどその時に、うん、え、全然怒ってないよっていう時誰しもあります。分かります。だからそれが目の前にいる人が判断してるわけだから、なんか怒ってるように見えてるわけですよね、うん、自分がそんな演出してなくても、うん、だから全て目の前にいる人があなたの機嫌を決めていくから、その中で、あ、なんか最近笑顔増えたねとか、いつも笑ってるよねとか、なんかいいことあったんでしょとか言われ始めたら、結局自分がそのご機嫌を演出していることが皆さんがそういうふうにね分かってくれるってことは、もうご機嫌なわけですよ。だから自分のご機嫌って、自分はご機嫌でいるつもりでいるけども、今それはジャスの目の前にいる人なので、目の前にいる人たちにそういうことを言われ始めると本当に人生変わってくるんですよね。すげー。あー、まあ僕の最後の締めで言うと、まず一つ、今日は東京ドームシティホールですよ、シティホールですよ、東京ドームの方に行かないでくださいね。でお会いしましょうってことが一つと、もう一つ僕の習慣っていうのは、今から皆さんで一緒にさせていただこうと思いますけども、本当は月曜日筋肉ネタなんですけども、これだけのパワーを送ってるので明日筋肉ネタ僕がこそっとやりますので、今日は皆さんで僕が本当に上がっていく、ね、上がっていくためのすごい上がっていくための習慣、ぜひこれやってほしいっていうやつをやってから皆さんと、今日は終わっていこうと思います。ではいきますよ、皆さん分かりますか。いきます、いきます、せーの、よっしゃー。ということで今日も元気よくいってらっしゃい。お気をつけて、もんでるー